それではただいまより白川陸人選手のインタビューとなります、ではお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。初めてのキックボクシングいかがでした？まあ難しかったですけど、でもやっぱりこのシンプルな殴り合いっていうのは本当に楽しかったです。久しぶりに、はい、一番楽しかった攻防ってどの辺でした？いや、やっぱ最後ですね。最後ほんま吹っ切れた時に、やっぱこう1ラウンド目とか、まあ、2ラウンド目からああいう戦い方をしようと思ってたんですけど、やっぱいかんせんやっぱケロベルスが簡単にはそうさせてくれないんで、やっぱ前蹴りだったりとか距離の制止方がやっぱ、抜群にうまいですし、彼は、なかなか、攻めあぐねてましたけど、まあ、3ラウンド目から、はい、まあ、ちょっとこうスイッチを入れて入れられたことは、まあ、今後の試合にとってもいい収穫かなと思ってます。試合まではケロベルス選手といろいろありましたけども、試合やってイメージは変わりましたか？同じまんまですか？はい、嫌いです2ラウンドは結構飲料を効かされたようにも見えたんですけども。いや、別に効いてないです。はい、パチパチ当たってたけど、まあ嫌やなぐらいですね、はい、で3ラウンドかなり見た目で盛り返したっていうふうなイメージがすごくあったんですけども、その辺はいかがですか？まあ感触あったんですけどね、打たれ強いですね。それはなんかシンプルになりましたね。いいの当たったなと思ったんですけど、すぐ殴り返してきたし、確実に効いてたんですよ。サルの止めなんか絶対倒すと思ってたんですけど、やっぱ気持ちも強かったし、楽しかったです。なんせ、はい、またオープンフィンガーグローブマッチやりたいっていうふうに思いますか？いや、これね、ちょっとこれね、まあ、簡単には、まあね、言えないですけど、言いたくないですけどね、まあ、でもほんまにちょっとこれ北野さん、これ中毒性ありますね。あれ、俺よ、ね、さっきおったのにね、いや、これ中毒性ありますよ、このファイトクラブのオープンフィンガーマッチ。これ、ほんで、マジで、みんなパンチドランカーになっていきますよ、これ。これ、マジで。この大会、ほんまに危ない。でも、アドレナリンめっちゃ出るっすね。やばいっす。やっぱり白川選手のファイトスタイル的にも殴り合いって本当に向いているので、なかなかこう結果は残念ですけども、戦ってて楽しいっていう感じも伝わってきたんですけど、その辺はいかがでしょうか？そうですね、正直超楽しかったですね、はい、最初ラウンドね。でもやっぱ僕の距離って殴り合いの距離なんで、あそこの距離が得意なんですよ。なので、あそこの距離でもっとどんどん作っていきたかったんですけど、まあ、それを簡単にさせてくれない、ケロベルスのうまさだったりとかもあったんで、まあ、やっぱちょっとこうキックってむずいなとは、はい、思いました、はい。ちなみにこう軍団で同じ回数だとは思いますけども、朝倉未来選手は試合後何か会話とかはされましたか？いや、失神じゃないですけど、こうダウンとかしちゃうと本当に脳震盪が結構やばいんで、記憶ほんと飛んじゃうんですよ。だから今彼はもう今なんで試合したのかも分かってないですし、ヤーマンと試合したのみたいな、状態なんで今だから、まあ、ちょっとまともに会話はできる、はい、状況ではないです。じゃあ勝利した西谷選手とはこうあれですか、勝利を称えたりとか？西谷君の試合直後はもう本当にめちゃくちゃテンション高くて、うわーってめっちゃ西谷君調子乗ってたんですけどやけど、もう最後の試合でちょっとみんなもう本当よって感じですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他はございますか？ケルベルス選手と戦ってみてもチワワだと思いますか？意地悪な質問しますねそうですね、いや、まあ、僕からしたら彼はライズのチャンピオンになるまではチワワ君です、はい、だって考えてください、僕を KO できないんですよ、まだまだっす、はい、今のちょっと激励のように聞こえますねまあそれは想像にお任せします。ありがとうございます。